こんにちは、カズ森下です。私は東京の下町浅草に住んでいます。ここにはたくさんの古い神社やお寺があり、日本の伝統的な様式ものづくりに対して尊敬の念が強く、伝統職人たちが今でも大勢生活しています。私はフォトグラフィックアートやミックスメディアアートを制作しています。画材は和紙をよく使います。もちろん新しい素材も重要で、最近はアルミ材を使っています。日本は四季を通じて自然の変化が特徴的で、本当に素晴らしいものがあり、私はそこから深いインスピレーションを受けています。私の本質的なテーマは生命を刺激する空、海、陸、そして植物、花々。しかし私が表現したいのは風景そのものではありません。風景に対する人間の感情、つまり叙事詩ではなく叙情詩、自然の風景から感じる深い感銘です。その一つ、桜は日本人にとって大変に特別な存在です。桜は美しい。そして大切なことは桜への愛情です。ありがとう。